お家のベランダからは可愛らしいたくさんのワンちゃんがお出迎えをしてくれております。皆様ぜひ手を振り返していただきますと幸いでございます。続けて後方向左手ガソリンスタンドからはガソリンスタンドのスタッフの方々が太陽旗でのお出迎えでございます。そして2階のお家のベランダからも手を振ってくださっている地元の方がいらっしゃいます。こちらのガソリンスタンドでは八幡浜に来られた方の思い出になればとガソリンを入れに来たお客様にも声をかけて皆様自分を振ってくださっているそうです。列車はみかんとちゃんぽんの町八幡浜を後にしお城とお湯と文学の町松山へと向かってまいります。松山は俳句の町として有名です。